はい、じゃあね、続いてね、B の4番、式と証明、項十方程式やっていきましょうか。まずさ、問題が、こんな3次方程式、丸1番が与えられて、x イコール1をね、解に持つんだって。で、この時にね、各次番、q を p で表せって書いてるから、まずさ、これ、x イコール1を解に持つってことは、代入して成り立つよね。あ、だから代入しちゃうよ。x イコール1を、丸1に、代入して、代入してるよ。x イコール1だから、1-3+2 かっこ 1-p 足す9イコール、0だね。ちょっと計算するよ。-2 展開して、2-2p だね。はいはい。あとはさ、これさ、9イコールにしてあげて、9イコール何 ?2p だね。2p だけが残るじゃない。これでおしまいだね。じゃあそのままかっこ2枚してよ。丸1番の左辺、こっち側だね。左辺を因数分解せよって書いてあるんだけどさ、まずさ、ここに x イコール1を解に持つってことは、こんな風にまず因数分解できることが分かっているよね。こんな風に因数分解できればさ、x イコール1が解に出てくるじゃない。あとはさ、この右側を考えてあげればいいね。で、この右側なんだけどさ、これさ、どっちもさ、イコール0。イコール0。だから、左辺を見比べると、左辺イコール、この左辺の形にしてあげればさ、これってさ、割られる数は割る数かける小、余りが0の状態だよね。だからさ、割り算してあげれば、小の部分がここのカッコに来るって感じかな。 OK、 じゃあさ、やっていくよ。今さ、せっかくカッコして9が、2p ってあるから、それ作るよ。9イコール 2p より、まず丸1番変形しちゃっていい？丸1番っていうのが x3 乗 -3x2 乗プラス2かっこ 1-p プラス 2p イコール0だね。 OK でさ、これを、x 引くして割り算してもいいんだけどさ、割り算よりさ、みんな組み立て情報してる。組み立て情報の方がね、計算めちゃめちゃ早いので、ぜひおすすめです。やり方はパッと分かるからいくよ。これさ、 x マイナスして割り算するんだけど、マイナス1じゃなくて、これ符号を変えてあげてプラス1にするね。符号を変えてプラス1。プラス1をね、こんな風に書いてあげる。あとは、これね、係数拾っていくの。x3 乗の前の係数ってさ、何も書いてないから、1だよ。1。次がマイナス3。次が2カッコなんだけど、ちょっと展開していい？2引く 2p にしちゃっていいかな。で、最後が 2p。いいかな。あとはこんな風にして、まずはね、そのまま1はそのまま下ろします。1そのまま下ろして1。で、こことここを掛け算したやつをここにかけます。1だね。で、ここってさ、なんか普通なんか引き算っぽいんだけど、組み立て情報の時ね、足し算。足し算したら、マイナス2じゃん、マイナス2。また、このマイナス2と1を掛け算したものをここにかけます。なので、マイナス2だね。で、ここ何算？足し算だね。だから、マイナス 2p でしょ。マイナス 2p。で、こことここを掛け算したものをここに書いてあげて、マイナス 2p。で、0になってね。で、0になったらこれ成功ね。OK だ。これで OK。で、これでおしまいなんで終わりさ。めちゃめちゃ早くない？あとは書き方はこんなんですね。x マイナス1そのまま書いてさ、x マイナス1かっこ、このね、ここの部分を係数拾っていきます。1x2 乗、1x2 乗、マイナス 2x。で、最後に、マイナス 2b。イコール0。めちゃ早くない？めちゃ早いの。おすすめです。なので、因数分解した結果だから、イコール0取ろうかによって、x マイナス1、x2 乗マイナス 2x、マイナス 2p、っていう答えを求めることができます。ぜひね、組み立て情報できるようにしちゃうね。じゃあ次の問題、よいしょ。はい、じゃあね、ラストね、括弧3番。まずは前半戦からいきましょうか。丸1の解がすべて実数であるとき、丸1のこの解がすべて実数であるとき、p の取り得る値の範囲を求めなさいってことなんだけどさ、丸1番さっき因数分解終わったね。で、ここから出てくる答えっていうのが x イコール1。もちろん実数だよね。もちろん実数。あとはさ、この x2 乗 -2x -2p の部分の答えが実数になってくれてればいいよね。で、この時に使うのが、これ判別式ね。ちょっと確認するよ。ax2 乗プラス bx プラス c イコール0の判別式は d イコール b2 乗マイナス 4ac 解の公式のルートの中と全く同じだね。で、この d の値によってね、d が0より大きかったら異なる2つの実数解、 d が0だったら10解で、ここが変わったね。項1と項2で変わったところ、 d が0より小さかったら異なる2つの虚数解になるんだよね。で、今回求めたいのがさ、実数である時だから、これどっちでもいいんだよ。こっちじゃなきゃダメなわけじゃない。10回って1つの実数解、1つの実数解だから、つまり実数解で持つって言われたら d が0 0以上、D が0以上を考えてあげればいいって話ね。じゃあやっていくよ。これまずさ、ここ使うよ、ここ。x2 乗マイナス 2x マイナス 2p イコール0の判別式を、D とする。D と置く。いいかな。D を使いますよっていう準備ね。じゃあいこうか。D イコール。見て。ここにさ、2があるね。2の倍数があるときにはこっち使おうね。こっち使った方が計算が早いし計算ミスが減ります。だからこっち使うでしょ。2を取ってあげて b2 乗マイナス ac にするだけ。b2 乗マイナス ac にするだけね。じゃあこれやっていくよ。2を取って b2 乗だからマイナス1の2乗ね。マイナス1の2乗引く ac1 かけマイナス 2p でいいかな。あとこれ計算してさ、1足す 2p だね。足す 2p で、今回やりたいのはどっちも実数解であればいいね。これも実数解であればいいから、これね、実数解であればいいのね。実数解を持つのでしょうか。実数解を持つのでどうなっていればいいかというと、これね、d' がそう0以上ね。0以上になってればいい。実数解を持つってことは d が0以上ね。d が0以上。あとはさ、これ代入してあげて、よって1たす 2p が、0以上だね。ちょっと計算してさ、2p がマイナス1以上、つまり p がね、マイナス2分の1以上っていうのが求められたね。これで答えです。いいかな。じゃあ後半戦いきますか。後半戦がね、また、丸1が異なる3つの実数解を結ぶ。これだね。これが異なる3つの実数解を結び、x イコール1以外の2つの解の、ちょっと長いよ。x イコール1以外の2つの解のうち、一方が他方の平方となる p の値。なんちむずいね。やっていこう。だからさ、ここで出てくる答えね。ここで出てくる2つの解っていうのが、1つを、x イコールアルファとすれば、もう1個の答え何て書いたらいい？ 2 つの解のうち一方が他方の平方だよ。アルファ2乗でいいかな。こうすればさ、一方が他方の平方の数になってるよね。でもさ、注意しなきゃいけないのが、これさ、アルファってさ、何じゃない？1じゃないよね。いいかな。1だったら見て。x イコール1以外のって書いてるじゃん。だからアルファが1だったら、これね、おかしくなっちゃうから、アルファは1以外の。できるかな。で、2つの解が出ました。2つの解出ただけないですから。解と係数ね。解と係数。いいかな。2つの解が出たら、解と係数をパッとね、思い出してね。x2 乗プラス bx プラス c イコール0の2つの解をアルファベータと置いてあげれば、このアルファベータ2つの解を足し算したらマイナス a 分の b a 分の b、掛け算したら a 分の c a 分の c。 いやな、覚え方はバカだ。いいね、バカだ。で覚え方したらね、濁音にはマイナスを、濁音にはマイナスを覚えやすいでしょ。濁音にはマイナスを。じゃあいきますか。じゃあ準備するよ。まず使う準備ね。x2 乗マイナス 2x、マイナス 2p イコール0の、2つの解をアルファ2乗と置くんだけど、ここね、アルファは1じゃないのかどうかと置く。この時にね、解と係数使えるよ。解と係数の関係よりいいかな。関係より、じゃあ使っていきますよ。まずは2つ足し算するよ。足し算、アルファ足すアルファ2乗を足し算すると、バカのバだよ。マイナス a 分の a っていうのは何？1だね。1分のマイナス 2だ。ちょっと計算するか。アルファ足すアルファ2乗が2っていうのがまず、ちょっと丸1番使ったから丸2にしようか。丸2番とってね。で、次に掛け算バージョンやっぱ掛け算ね。アルファかけるアルファ2乗だね。掛け算したやつは何分の ?1 分のね、1分のマイナス 2p だ。マイナス 2p。これもちょっと計算しようか。アルファの3乗イコールマイナス 2p が丸3番。というのが分かったね。で、あとはこれ2つ計算するんだけど、丸2番が計算できそうじゃない？丸2より。丸2より、ちょっと移行してあげようか。アルファ2乗足すアルファマイナス2イコール0。因数分解して、カッコアルファ、プラス2じゃない。プラス2とマイナス1でいかない。つまりアルファが何と何？マイナス2と1。マイナス2と1。なんだけど、どっち答えそうでね、こっちね、マイナス2の方でね、だってさ、アルファが1じゃないんでね、アルファが1じゃない、1じゃないより、アルファはマイナス2だかな、これね、アルファは1じゃないと、考えてみたね、あとはさ、これさ、丸3枚の代入すれば、丸3より、マイナス2の3乗って、マイナス8だね、マイナス8イコール、マイナス 2p、つまり p は何？ p は4だね、p は4と求めることができました。なんかすごくあっさりした問題だったんじゃないかな。気をつけるべきこと、ここぐらいかな、これかな、これちょっと難しいね。2つの解のうち一方が他方の平方だからね、このアルファアルファ2乗なんて置いてあげれば、一方がね他方の2乗の形になっていない。あとはこれよく出ます、これね、実数解を持つ、実数解を持つって言ったら d が0以上ね、こっちだけだと思わないで、別に重なっても実数解は実数解、虚数解っていうのが0より小さいものからね、これミックスしてるね。あと回転数バカね、バカダックをマイナス、覚えましたね。じゃあ次の問題いきましょう。